青コーナーより誠選手の入場です。ダブルフェイスの第2試合、青いグローブの方針会、誠の入場です。ここまで松本さん2戦して五分の星ですね。1勝1敗と。そうですね、成績まだないんですけれども、はい、あの期待の選手ですね、はい、そうですね、はい、今あのリングアナが宮田光アナウンサーで全日本キックボクシング連盟でおなじみの、はい、こう雰囲気がガラッと変わりますね。なんとなくこうあキックだっていうような。そうですね、はい、はい、これもなんかこの大会のすごくいいところだなと思いました。大友理恵選手の入場です。さあこちらは大友理恵、三原道場所属、参戦して2勝1敗、2勝のうち 1KO、 倒す力を持っている選手なんですね。そうですね、本当にテクニックもしっかりしたものがありますし、はい、この選手も本当にまだ出たばっかりなんですけれども、期待できる選手です。そうですね、はい、でまた入場のシーンもねすごく、まあ、パッと見てはお分かりだと思うんですけど、すごく明るいですよね、はい、なかなかこの笑顔を見せて入場する選手っていうのも少ないので、はいはい、この独特のオーラを感じさせる選手です。キックボクシングルール2分3ラウンドを行います。青コーナー168センチ、 56.3キロ、全日本キックボクシング連盟方針会に所属、誠。さあ方針会の誠、これがキックボクシング3戦目となります。青コーナー160センチ、 56.3キロ、新日本キックボクシング協会伊原道場所属、大友理恵。こちらは4戦目、セコンドには深津選手がついていました。さあキックボクシングルールは2分3ラウンド、2ノックダウン制、肘なし、そして顔面への膝はなしということになっています。さあ松本さん、注目ポイントの一つとしましては、はい、大友の方は新日本キック、はい、そして誠の方は全日本キックと、新日本対全日本の、ね、対抗戦ってやっぱり男子では、はい、今のところ実現はなかなかできないというか。そうですね、はい、もうすごく興味深くいいですね、はい、その戦いが女子のこのダブルフェイスという大会で実現しました。意義が深いですね。そうですね、ダブルフェイスこの大会がなければなかなか実現不可能だったのではないかと思いますが、そうですね、で2人ともやっぱりその全日本の選手、新日本の選手というふうに、はい、看板を背負っているんだっていう気持ちで戦っているんですね、はい、その辺のこう気持ちのぶつけ合いっていうのも見ていただきたいと思います。共にやっぱり気持ちも強いという選手ですから、そうです、その辺りも楽しみですね、はい、ローキックを振るっていきました。赤いグローブが大友、パンチがクロスしています。前蹴り、おっとちょっと体勢が崩れた。青いグローブが誠。さあファイトの声がかかっています。大友選手積極的に前に詰めてますね、プレッシャーをかけているようですね、はい、誠選手、まあ、割と、ね、後ろにいつもこう下がり気味というか下がりながら攻撃をするっていうことが多いんですけども、ちょっと、ね、大友選手のプレッシャーかなり強いので、はい、その辺注意しないとどんどん押されてしまいますね。身長161センチの大友、それに対して168センチと非常に女子選手の中では高身長なのが誠、その身長7センチ差を大友の方は感じさせない強さ、プレッシャーをかけています、はい、この階級スーパーバン、まあ、55キロから57キロぐらいで普段彼女たちやってるんですけど、はい、なかなか女子っていうのは50キロ前後の選手がすごく多いんですね、だから選手その試合の機会っていうのが、はい、まあ、なかなかこう選手層っていうのがなかなかこう厚くない、うん、パンチ、しかしこれはダウンではありませんね、バランスを崩した、はい、だから今回は本当に好敵手を見つけて、2人ともいい動きしてますよね。そうですね、しかしそんな中で1ラウンド後半、大友が徐々にパンチを当て始めました。ローキックから入っていくんですが、この後右のフックを一つ空振りしたところで第1ラウンド終了しています。さあ松本さん、はい、2分がすごく短く感じられますね。あっという間でしたね、はい、そして第2ラウンドです。この大友選手が普段試合をしている、はい、新日本キックの方の主催のエンジェルスという大会あるんですけど、はい、その大会では3分なんですね、1ラウンド、はい、で今回は2分ということで、大友選手にとってはそうですね、最初から最後までイケイケで、うん、やれるんじゃないかと思うんですけど、なるほど、はい、失速するそのスタミナ面でですね、そうですね、ということは
ちょっと大友の方は考えられないかなとすれば、誠どんな風に突破口を見出していくのか。あ、しかし顔面にパンチ集中しています大友です。もう なんていうかこうあれですね、テクニックよりも本当に気持ちのぶつけ合いになってますね、はい、そうなってますね、はい、でもねこれもやっぱりね女子の魅力の一つだと思うんですよ、はい、もう本当にねあの表情からしても気持ちですね、はい、あの戦う姿勢っていうのがこう見えやすいんですよね女子の試合、はい、会場の雰囲気 もう一気にこうヒートアップしているような感じですもんね、非常にこう分かりやすいという風な面もあるでしょうね、このキックボクシング。そうですね。さあ顔面へのパンチ、右を振るっていく大友です。うん、なんとか長い足を伸ばしてこの攻撃距離を取ろうとする誠、しかし大友の方これガンガンいきますね。そうですね、距離が近くなると大友、離れると誠でしょうか。残り時間あと25秒になっています。大友選手はもともとテレビで K1 マックスで雅人の選手の試合を見て、普通かっこいいと思うじゃないですか、はい、そうじゃなくて、あ、雅人選手みたいなポジションで女子はないのかなっていうふうに思ったのがキックを始めたきっかけらしいんですよね。あ、そうですか、はい、ちょっとやっぱり志が、ね、ちょっと違うなっていう気はしますよね。なるほど。さあ第2ラウンド中盤が終了しています。セコンドアウトの声がかかって間もなく最終の第3ラウンド。松本さん、先ほどもお話ありましたが本当に最終ラウンドまで来るのが早かったですね、はい、あっという間ですよね、誠選手 もうここからどんどん行ってほしいですね。そうですね、はい、今まではもうキック界の第一人者ウィンディー、ともみとも総合で戦ったことがありますし、はい、キックデビュー戦は誠の方はなんと西岡選手なんですね。そうですね、もうあの日本ではあまりこう対戦相手がいないというぐらいに強い選手なんですけれども、はい、本当に強い選手と総合とキックで立て続けにやったのが誠選手なんですね、まあ、その試合を受けるっていう時点で、ね、まず気持ちが強いと思うんですよ。そうですね、うん、徐々にやっぱりこうあのスロースターターなので、だんだんこう膝とかね、膝入れてきてるんで、うん、今右左連続して出していきました、はい、盛り返してほしいと思います。大友選手も 1,2 ラウンドで相当打ったので、はい、打ち疲れっていうのも出てきてると思います。あ、そうですか、はい、パンチの力強さ、うん、これ自体はなかなか威力もありそうですね。まだ大友、そうですね、パワーありますよね、うん、エンジェルスの方では3月6月と試合をこなしてきました大友、いずれも勝利しています。詰めていくところに前蹴り、サウスポースタイルになっている青いグローブの誠、そこに右のストレート、いいストレート入りましたね。今誠の顔面が後方にトーンと流れましたね今、はい、もう少しディフェンス力をつけてほしいと思いますね。女子はねなかなかディフェンスよりも攻撃っていう選手がやっぱり多いんですけども、はい、そんな中でもディフェンス力、グローブが下に下がらないのは赤いグローブの大友の方のような気がするんですが、そうですね、やっぱり名門の、井原道場で、はい、まあ、男子選手たちに混じってやってますので、相当練習量もこなしてると思います。そうでしょうね、はい、さあ時間がなくなってきました3ラウンド、最後に誠が詰めたところ、試合終了しています。右腕を突き上げたのは赤いグローブの大友です。松本さん、判定まで行きましたが、これ誠の方はもう全力出し尽くしたって感じですね。そうですね、双方全力出し尽くしたという感じですが、もうノンストップでしたね。そうですね、はい、もうちょっと圧倒されて3ラウンド終わっちゃったっていう感じしますよね。そんな中でもこちら大友の方は少し充実したような印象にしましたね、はい、いい笑顔を見せてましたね、さあ判定の発表です。お待たせしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ和田30対28、赤大友、2ポイント差がつきました。大友声援に応えます。ジャッジ芹沢30対28、赤大友、うん、大友勝利を決めたのは3対0大友理恵です。
松本さん、はい、大友やりましたね。あもうね戦えまそうなんですけどもね、これ嬉しそうな顔見てるとね嬉しくなってくるんですよねこっちも。そうですね、これもう飛び上がって、いやダンスしてますよなんて言うんでしょうね、このオーラというか、こう、あの普段からやっぱ超ポジティブなんですよね、彼女。そう、それであの井原慎一会長から、はい、この試合の前に、あのいろいろアドバイスをもらったんですかって聞いたら、はい、一言はしゃぐなよって言われたんですよ頑張るよじゃなくてはしゃぐなよって言われたっていうところがね、まあ、あの試合後は、まあ、このぐらいはしゃいでも全然いいと思うんですけど、まあ、彼女のこう人となりを表しているのではないかと。そうですね、はい、まあ、試合後はこれも許されるかなと。そうですね、やっぱりねみんなが、ね、幸せになれます。そうですね彼女は、花があるというか何かこう可愛らしいというような感じもしますね。そうですね、まあ、誠選手は本当にあの最後の方で膝を出してたので、あの膝をもっと最初から見たかったなっていう感じもしますけどね。そうですね、はい、頑張ってほしいです。つなげてほしい戦いではありましたね。はい、さあ新日本キック対全日本キックの戦いとなりましたが、それを制したのは新日本キックの井原道場所属大友理恵でした。いろんなプレッシャーだったりとかあったんですけど、すごいみんなが力に変えてくれて嬉しいです。どの選手もやっぱりみんなそうかと思うんですけど、やはり誠さん実業団にも入られたというのを読んでたんで、すごい気持ちだけは絶対に折れない人だなっていうのは思ってたんで、でも私も気持ちは折れないって強気でちょっと緊張しながらも頑張っていました。あ、すごくかっこいいと思いました。もう今後もやはり一番広すぎずこう適度に広いというか、みんなに目が届くじゃないですか。でどんなにこうライトが暗くなっててもすぐ分かるというか、暗い中での動きがあの子だっていうのがあったんで、もう全員とりあえず確認できたんで、リングの上からすごく嬉しかったです。もう会場すごく最高です。ライトアップとか今回本当に新日本キックのエンジェルズっていう看板も背負わせてもらってたんで、今後もどんどん世界世の中に出ていけるのが嬉しいなと思って、本番も今回こんな大きなお話をいただいてありがとうございます。